チャンネルは、異常のことを守って、プレイが下手くそなので離れてみてね。皆さんこんにちは、赤いカップのレイムと、青いマグカップのフランです。熱くて溶けそうなマリサです。今回は皆さんに残念なお知らせがあります。目に失踪する時が来てしまったんだな。いつもいいねが1000件いかなかったら失踪するこのシリーズ。なんとまたまた3000件いいねを超えることができました。まだ失踪できないじゃないか。ですが前回の記録を更新できなかったので、責任を取って失踪したいと思います。ご視聴ありがとうございました。待て、1000件以上言ってるんだから継続だろ。でも記録更新できなかったら責任を。ご視聴ありがとうございました。そんな約束をした覚えはない。しかもこんなに熱コメントが来てるんだぞ。みんなの圧がこんなに、熱コメントありがとうございます。だから熱コメントありがとうってなんなんだよ。しかもツンデレコメントもこんなにたくさんつ。ツンデレ心にしみるわ。ツンデレしみるってなんなの。そして今回のベストオブツンデレはこちら。は、最初から本当になんなん。最初から笑わせてくれるところとか別に好きじゃないし、大好きだし。ベストオブツンデレ。やってみたけど恥ずかし。これからも頑張って、応援してます。ガチテレがますます可愛い。やべえな、これは鼻血もんだな。は、鼻血が止まらないです、下段な。何設定だよ。そしてなんと前回からヤンデレまで登場した。この動画失踪したら私、死ぬし、それに一緒に山読み行こうね。じゃないと許さない。ヤンデレ登場。だからお前たちはやつとツンデレたちとヤンデレたちの思いを背負ってカップヘッド実況を続けていかなければならないんだ。ありがとうみんな。いやそれどういう状況だよ。しかもカップヘッドの実況を見てくれているという麦原さんがこんな素敵なイラストをプレゼントしてくれたんだぞ。すげえ。お化け殿のイラストで私がお化けにランタンを使っているというイラストだな。しかも鬼嫁バージョンも書いてくれたんだぞ。すげえ。もうすごすぎてすげえしか出てこねえ。これらは小学生か。麦原さん見てますか。気に入ったのでデスクトップにしちゃいました。おっしゃー、みんなのためにもレイム頑張っちゃう。みんなの応援を無駄にできるか。カラマリアトシオ騒ぎから騒ぎおらー、かかってこいやタコの姫。ただいま失踪が決定いたしました。国からの命令です。そんな命令下す孤独には暇じゃねえよ。さっきまでの勢いはどこ行ったんだよ。無理なものは無理。いつもとは何色が格段に違うんですよ。いけそう感が全くありません。それでも頑張るんだよ。失踪したら重賞確定して会いに行くからね。お土産を忘れないでね。とにかくお土産を要求してんだよ。私金飛行が食べたい。金飛行金飛行。お土産の指定までするな。金飛行金飛行。お前に至っては金飛行言いたいだけだろ。金飛行って言いたくないやつなんてこの世にいるのか。お前の切れる決戦がよくわかんねえよ。ほらレイムあの黄色い魚の口から出てくるもの予想しよう。金飛行もう口から出てくるんだが。狙われたのは私かよ。武器はレイムに任せろ。お前ずるいぞ。ランダムで選ばれるんだからずるいも何もないだろ。すっかり体力液だよ。剣プレイじゃないですよね。フランスの攻撃は一緒に動きましょう。はい、上に移動。次は下に移動。水が邪魔で下に移動できない。作戦がガバガバなんだよ。ダースーケーで50戦もしてこのプレイ。お前言わなければバレないこと。言わなければまだ34戦ぐらいかなってなってたぞ。相手変わんねえだろうが。ほら今見ましたか。プレイング50戦の私だからこそできた技。ただ取りしただけだろうが。しかも自ら50戦と暴露していく。実際には50戦で済まされてないですけどね。隠すことを諦めたもの。もうこの風の船の顔もミサイル撃ち込んでやるわ。恐ろしい殺虫やで。そういえばお前ら新しい武器も出してたよな。こいつ顔にしか当たり判定ないからミサイル使いにくいんだよな。人の諦めダイヤモンドですね。安心だよ。やめろ、説明文を出すな。フランスには下に逃げますよ。微妙にブスやなこいつ。またどうでもいい一時停止がないんだよ。あの顔が重要なヒントかもしれないだろ。何それ殺人事件でも起こるの。やっぱ第二形態かよ。ビリ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 。犯人は、この電気ナマズだ。タコ娘をモブーサに変えた犯人のことを言ってるの。本当に電気ナマズなんだろうな。そうだぞお前こいつのこと散々狼とか言ってたけど、あれネズミですってコメントたくさん来てたんだからな。いやーお恥ずかしい。ごめんな、恥じろ。いや電気ナマズの数が尋常じゃねえな。電気ナマズ取り留めていいんだね。もうここまで来たらそれで押し通せ。電気ナマズの口から黒豆が。レイム私黒豆に当たっちゃった。恥ずかしさ。おやめぐんただな。あんなにノリノリノリしてたろうなのに。変な名前つけんなや。ここは役割分担を決めましょう。レイムがナマズを攻撃しますから、フランはナマズを攻撃してください。やられたから無理。お前作戦を遂行する前にやられてんじゃねえ。だってお前この黒豆の数尋常じゃねえぞ。ナマズ一匹から黒豆が6出てるからね。もうそれキアムリーブスしか避けられないって。キアムリーブスでも無理だわ。よし、必殺技が溜まったつ。この子バカなの。必殺技は発動してから突っ込まないとダメですよ。そんなことは感動でもわかんだよ。はい、今度こそ。あれ全然当たってくれない。神判定に再度される。当たった。今断念に爆音当ててやりましたよ。じゃあレイムも爆音当ててやりますよ。手間がやられないのかよ。しかも今気づいたけどレイムのライフが残り3割じゃないか。もうこれもろたせ。レイムの残りライフ3が3秒前にもろたせ発言してたやつとは思えん。いやまだもろたせ状態ですぜ。もろたせ状態ってなんだよ。もろたせ状態こういうカチカチ。お互いに携帯だとカチカチではねえよ。みんなも希望もないこと言わないでくっ。はい、くっそー。はい、早くもお互い残りライフが1になってしまいました。でもなんか恥じないポーズしてるぞ。第三形態ですかね。うわぁ、首ちょんかや。てかなんでフランだけ結果免れたんですか。私ぐらい被弾してると結果にもかからなくなってくるんだぜ。俺全然言われたことがねえよ。でも全然攻撃してこないですね。俺もおもろたせ状態。どうもいもかよ。あの防御体能力がすげえっていうことに対してねえよ。てかあと少しだったじゃねえか。最近1ステージクリアするのに2時間はかかる。赤いマグカップのレイムです。唐突な自己紹介。残りライフ1でお互い。今へに行きます。レイム、なんなん。もうその結果攻撃は2キッ。何回も同じ手に引っかかると思うなよ。俺らは何回も同じ手に引っかかるんだよ。フラン、もう十分注意して進みましょう。とどめのミサイルやで。いや全然ピンピンしてるわ。何のような体力ですね。でもここはあまり攻撃をしてこないのでのんびり攻撃していきましょう。せっかせっか。同じ手に引っかかっていくよね。はいはい、鉄火攻撃ですよね。わかってます。超難度も同じ手に引っかかると思うなよ。鉄火攻撃来ないんかい。ゲーム来るんかーい。ガバ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 。今やられたおかげで鉄火にならなくて済みましたよ。なんでこっちが損したみたいになってんだよ。まあしばらくは鉄火攻撃も、僕は鉄火攻撃も、僕は鉄火攻撃も、この攻撃が残ってたか。お願いします。
にマスもうやられてください。やかーん、必殺技打ったおかげでせっか攻撃防げた。ナイスタイミングだろ。もうそんなに頑張らなくていいって。早く楽になれよ、早く楽になれよ。2回目は強めにいったな。あー、長い戦いだった。マジでやっとですよ。きつすぎたこのステージ。もう怒ったぞ。ルートリ被害を少ないは豊かというタワボトはもう好きやった。常識で考えれば多いからこそ豊かだろう。あ、あいつは音楽の文字も知らないんだ。そんな奴に話しかけたところで時間の無駄だと知るだけだ。めっちゃキレてますね。あい、運転反対。今それ関係ないだろ。あーモーブルクライブというやつは音が多ければいいと思ってやたらと楽器を使うんだ。少ないのは豊かの真の意味を分かろうともしない。お前たちなら私の正しさがわかるだろう。あのうちを説得してやってくれ。あいつは私の言うこと聞こうともしないんだ。やべえ、霊夢もチンプンカンプンですよ。ここはスルーしとこうぜ。霊夢、ここにもまだクリアしてないステージがあるな。じゃあここ行きますか。あらたまにテンション下げんなよ。デコボコ山脈。フランコで全然武器届いてないですって。完全に武器選択誤ったな。フォーミングにしてみましたけどどうですかね。まあ悪くはないんじゃないか。じゃあこれで進んでみましょう。進みたくないんですけど。これ天秤になってるんですね。ただいま。帰ってくんなや。何度でも蘇るなや。なるほど、もたもたしてられないんだな。フラン立ち止まるな。前だけ見て進め。いいだろう、フォーミングがほとんど炎に持っていかれちゃってますけど。フラン立ち止まるな。前だけ見て進め。あれまたボット始まった。てかフラン被弾しすぎだろ。立ち止まらず前だけ見て進んでるんで。嘘つくんじゃねえ。金だ、いかなる時であっても金だけは取るんだ。金に執着したやつの末路。お前何やってんだよ。お前がいかなる時であっても金は取れって言ったんだ。ほらこんなことしてる間にまた敵降りてきたじゃねえか。大丈夫だ、ホーミングに任せろ。この武器もあんまりシック。もうダメだ。なんだこの岩、どうやって避けるんだよ。しかもこいつの口から風が半端なく出てる。どうしよう、大丈夫か。お前は何の心配をしてるんだよ。何この岩倒せないんだけど。飛び越えるんじゃねえの。飛び越えた瞬間に風が吹く。そして飛び越えた瞬間にフランが被弾する。なんかいろいろ無理なんですけど。何してんの。人という字を作ってます。本格的に精神病院のやつやな。1ステージに3時間もかかってたら頭もおかしくなるわ。いや、普通にかかりすぎだろ。だが我々は適正の武器を探し当てた。その名も貯める弾。そこチャージショットでいいだろ。このチャージショットにすることによりこの低め、地下、狼、もっと自信持てよ。前回のネズミ狼といった私に自信もクソもないだぜ。風吹いた。いや、さっきも吹いてたから。被弾したんで勢いで先進みますね。やめてよ。私も被弾したんで勢いで先進みますわ。この体張って進む方法なんなの。君、ゴリ押し。君でも何でもねえわ。お前らのゴリ押し散々見てきたわ。てかレイムは煙玉セットしてきたんだろ。そうですけど何か使わないと意味ないんだからな。そんなことわかってますよ。マリサ頭でもおかしくなったんですか。てかあのコインどうやって取るの。あれは無理だろ。珍しく金を取るのを諦めたぞ。だってレイムのコイン内通知ですもん。あれはライフヒートと切らすぐらいの覚悟で取らないと無理だろ。もう2時間はこのステージプレイしてるんでクリア優先で。確実な願いだった。そうだよな、金が全てじゃねえよな。金だよ。何をするにも金は必要だ。お前らこの動画は夢や希望を持った少年少女たちが見てるんだよ。夢や希望をぶち壊すようなこと言うなよ。いいかみんな、金は大事だぞ。殴られすぎてケツアゴになっちゃいましたよ。どうしてそんな心知りな顔をしていられるの。ケツアゴまだ引っ張るの。フランだね。お前のケツアゴ急にやられたよ。一人にしないでくれ。こっちになくなっていった。もう今からアンダーテールの実況に切り替えますか。いいね、そうしよう。いいねじゃねえよ。もうここまで来たら最後までクリアしろよ。どうしてこうなった。誰かトイレ行きたい人はいませんか。トイレ休憩を取ろうとすな。まあ、ただ誰か覗いてるよ。このゲームの時に好きな。うわ、しかもアスレチックみたいになってるじゃないですか。もう帰りたい。急なホームシック。てかこれ A でやってるのにどこに帰るの。読みたいこと言うな。いや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 、めっちゃ困り顔のゴリラが近づいてきて。マリサなんとかしろって。私にはどうすることもできないわ。これアスレしながら攻撃もしないといけないんですか。そんなん無茶だろ。やほーやほーい。あれ、レイム。フラン頑張ってください。リアー参加できなくて残念無念。全体を持ってねえだろ。てかこれアスレしながらゴリラからも逃げて攻撃もしてって。リアー大戦そうだね。お前ら人ごとすぎんだろ。私は攻撃しないでひたすら逃げることに専念する。大丈夫。それで10年ぐらい続いちゃったら、さすがに途中で気づくだろ。そうなったらアスレ師匠に転職する。アスレ師匠って何。フラン、コインがありますよ。この状況であのコイン取れっておにか。この状況。お前この状況を把握できてないの。病院紹介しましょうか。てかこれまだ逃げるの。やっぱり攻撃しないと終わんないんじゃないの。ここで攻撃したら負けな気がする。何の勝ち負け。とにかくここは前だけ見て進もう。やっちまったー。攻撃しなくてもいいことがわかったな。皆さん、奇跡が起こりました。何？友達から LINE でも来た。なんでそれが奇跡なんだ。それは奇跡かもしれない。ちょ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 、ナイスだもんちゃん。もうこれは目つぶってもクリアできちゃいますよ。それは言い過ぎだろ。あじゃん、いやいや、一回くらい落下しても奇跡。まだ残りライフ3もあるもんね。もうもろ立て状態ですから。お疲れお疲れ。あじゃん、いやいや、まだ全然奇跡。残りライフ2もあるもんね。そうですよ、全然奇跡ですから。奇跡じゃなくなって。残りライフ1だよ、いたー。いや、ギリギリ。ということで今回はここまで。次回はアンダーテールの実況でお会いしましょう。ヘッドから逃げるな。この動画が良かった人もそうでない人もチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。マリサをバナナにしてください。おい、これ通常の私なんだが。あ、間違った。いやこれも通常状態なんだが、この後ろ髪がバナナに見えるってやかましいわ。それじゃあまったね。